前回までのあらすじ、エクソダスさんが登場しました。最初の登場で、他サーバーからいらっしゃった、初期キャラの方は、エクソダスの放つエネルギーにより、ほぼ即死した模様。おう、怖い怖い。ちなみに、加速、&、カット編集を、していますが、それでもここから長い戦闘が、数分続きます。しかも、カメラマンである私は、魔法使いなのであんま近づくことをしないため、肝心のエクソダスがあんまり見えてません。グダグダしてるので、嫌な人は適度に飛ばせ。何話そうかなー。ルプレさん結構ダメージ受けてますね。そうだ、ルプレさんについてちょっと話そう。ルプレさんは、名誉の徳を守るパラディンさんです。しかし、酒と女好きな一面がたまに、あだとなっちゃうかもしれないお茶目な方。そして今、瀕死。大丈夫か、ルプレさん。回復しに行こう。ガーゴイル戦争を、ロードブリティッシュによって、ナイトに除せられました。その後はさあ、ルプレと呼ばれるようになります。ちなみにモデルは、作者リチャードさんの親友グレッグ・ダイクスさんだそうです。いやん、かっこいい。で、今戦っているエクソダスさんですが、モンデインとミナクスが生み出した、謎の、存在、としてこの世界に、登場されました。ミナクスさんが死んじゃった20年後、炎の島と共に海中から出現しました。そしてソーサリアの侵略を、し始めたのです。その正体は、モンデインが未来世界から持ち帰ったコンピューターだったらしいです。こいつコンピュータなの？マジで？いやまあ、機械生命体シリーズのボスなんだから、そうなんだろうけど、機械っていうよりは、悪魔チックだよね。エクソダスさんは、勤勉の権利の体現者としてガーゴイル世界で祀られていたんだけど、目標なき勤勉だったので、失敗例とされています。以上、ウィキペディアよりの情報をお送りしました。広い場所へ、エクソダスさんを誘導しようということになりましたので、移動です。変わらず瀕死なので、私、一生懸命、グレーターヒールかけまくっていたんです。後日、判明したことですが、魔法回復は効いていなかったようですね。それ言っておいてくださいよ。何だったんすか、とちょっと後日思いました。ちなみに包帯回復は普通にできたようです。ルプレさん死んだらどうなるんだ？死なないよね？相変わらず視線の上を行き来してるけど、大丈夫だよね？あなたは死んじゃダメなんですからね。
とか人の心配している間に、私が死にそうである。クソダスさんです。まだこんだけしかダメージ受けてないです。結構な時間戦ってるんですよ。私のパソコンの容量が心配だ。最後まで録画できるだろうか。そんなことを思い始めた頃です。余裕ができたら、ファイアーボール打ち込みまくってましたが、今考えれば、機械生命体なんだからエナジーボルトとか、ライトニングの方が良かったよね。あははは、うん、でもその魔法だとマナの回復が追いつかないんだよね。ヘッポコ魔法使いでさーせん。エクソダスやズプレさんを撮影したいんだけど、近づくとダメージ結構受けるんだよね。死ぬと、幽霊な白黒世界になっちゃうからね。それはなるべく今回は、避けたいんだよね。せっかくだしさ、カラーで思い出残したいじゃないですか。今更ながら、画面がごちゃごちゃして見づらい。いやー、忘れてた。そうだ、接近するプレイヤーの名前表示させなければ、少しはいいんじゃないだろうか。編集していて気づきました。幽霊さん、いたんですね。蘇生しなくてすみませんでした。全く気づきませんでした。やば。セフセフ。危ない危ない。近づきすぎたかしら。でもまた近づいちゃうの。だってあなたが、エクソダスとデュプレさんがそこにいるから。
にゃあ、やばあ、あ、不安。ここからはモノクロでお伝えします。と思いましたが、他の方のお心に寄り蘇生されました。ありがとう。気がつけば、あと少しじゃないですか。あと少しで、エクソダスが倒せそうな局面ですよ。これは、張り切ってそのお姿を録画せねば、もうちょっと近づいて。もう少しだ、もう少しで。どこ行った？あ、なんでこんな近くに。って、あふん。ちょー、やべー。ここで死ぬとかー。うわー、最後白黒ですかー。蘇生お願いに行っている間に倒されそうな予感。どうしよう。このまま白黒世界でその最後を、録画しようか。いやでもカラーで、カラーでお願いします。ということでどなたかお手数ですが、蘇生お願いします。ほんとありがとうございます。助かります。皆さんのお心忘れない。さて問題は、エクソダス、倒されちゃっているかどうか。あ、まだ生きてる、やった。でもこのままじゃまた即死するから、私の死体はどこだ、荷物はどこだ。やべえ、わからん。おふう、回復もままならぬ。確かここら辺だったはず。どこだ？焦っていると、見逃すんだよね。目の前のことなのに。月やー、上の方上の方、上の方にあるよー。あったどー。よし、間に合うか。倒したか。あ、BGM 間違えた。違うゲームだこれ。思わずかけたくなった。そんな長い戦いだった。負傷者に手当てをしろ。
エクソダスの中身は何かなぁ。死体が見えない。ついでにデュプレさんに、包帯巻き巻き、そして死体はどこだどこだ。諸君、よくやってくれた。ルート券取れてました。さて、これでどうなるんだろう？ブラックソーン教の日誌だ。日誌？うわ、読みたい。ワクワク、ワクワク、デュプレさん読んでくれないかなぁ。あ、読んでるね、読んでるけど一人で読んでるね、音読してくれないかなぁ。黙読じゃなくて。日誌が手に入ったのですね。ああ。しょうがない。暇だし、死体を漁ろう。全員ここにいるか？おう、ごちゃごちゃ入っている。漁りたい。ガサゴソ。デュプレさんの話をあまり聞いていない瞬間である。ひとまず外に出よう。ここは危険だ。次回、ブラックソーンの日誌の巻。